どうですか、最近の調子は。最近の調子、最近の調子、まあそのごめんなさい、言い方あれ質問が悪かったです。まあ YouTube とか、まあ最近結構伸びてきたじゃないですか、数字も戻ってきて。伸びてきて、今見たんだよね、ちょうど今見てて戻ってきてるよね。はい、でもすごい最近調子いいですよね。ね、夏ぐらいに70万人来たね。いや、そうですね、だから夏、やっぱ大きい企画とかやりたいですよね。やりたいよね、やっぱ。なんかやりたい企画とかありますか？それはちょっとわかんないけどちょっとわかんないけど、でもさ、なんか夏ってさ、YouTuber なんかみんな気合い入れてるじゃん。はい。だからさ、気合い入れた方がいいのかなみたいな、うん、やっぱり大型企画皆さんやられてるから、うちでも、そうだよね、うん、毎日撮って、なんかわかるね、彼氏オーディションどうですか？あー、いいね。あ、やる？あ、いいね。で、なんかちょっとふっと思い浮かんだ。あ、それいいじゃん。まあ今コロナだからダメなのかな、夏まで落ち着いてないかな。アイプロジェクトもさ、早くオーディションやりたいし。いや、そうですよ、うん、最近面白い YouTuber っていますか？見てる YouTuber でも、いや、なんかそういうところから企画のアイディア浮かばないかなって思って。大食いしか見てない。大食い、ばっかり見るんだよね、いつも。え、誰ですか、大食いって。なんか、大食い ASMR の子。なんか好きですね、すごい、ASMR。そう、よく見てますよね、昔から。そう、大食い ASMR の子。大食いとかしか見てないな。あとは、おすすめじゃなくて、急上昇に入ってるやつ。だから、コムドットとかたまに見る。おー、今すごいなってますよね。すごくない？本当すごい勢いが、うん、たまに見るけど、え、すごくない？はい、あの地元の友達に会ってみたいです。どういうことですか？すごいさ、地元の友達をさ、推してるじゃん、はいはい、あ、まあ地元のりを世界にみたいな感じです。だからさ、地元の友達にさ、会わせてほしい。なるほど。え、だってさ、嬉しくない？上原愛理さ、地元に来たら。どう？それ、よく自分で言いますよ。く自分で言います。だって言われるんだもん、よく。ああ、いや、会いたいと思いますよ、皆さん。嘘。まあ、だからそういう感じだとあれですよね、その上原さんのファンに会いに。ああ、いいね。っていう企画も良さそうです。あ、いいね。あと、童貞の人に会う。ああ。なんか、一個さ、あのマジックミラー号で童貞でおろしをやった時に、はい、はい、すごいバズったの人がいて、はい、あ、言ってましたね、この間。そう、川柳を読んでみたいな。だからなんか童貞の人とこう、うん、お話をするっていう、よくない？女優時代に絡んだ、そういう人たちに会いに行く。あ、いいじゃん、それでもいいし、なんか別に童貞を募集して、うん、童貞の人となんかお話しする、うん、え、よくない？まあでもそれ、上原さんの企画、結構暴露話とかも数字取れてるからね。そうそうそう、そういう感じで、そういうなんかいろんなさ、なんか人の暴露を聞きたいじゃん、うんうんうん、暴露って言ったら思いというか。え、いいよね。とかさ、あとなんだ、風俗で働いてるとこかと話してみたいな。ああ、でもなんか同じ職種だけどちょっと違いますよね。そう、ジャンルがちょっと違うじゃん、はい、だからなんかあるある聞きたい、風俗あるある、うん、キャバクラあるだろ。はい、あ、面白そう。それ、いや、面白そうだよね、はい、キャバクラだったら、まあ、キャバ嬢にさ、自分の質とか変身してキャバクラあるから聞いてみたい。風俗はなんかそういうなんかソープの、はい、なんかお店でなんかマットレスの上で、はい、でさっきやけどさ、チャック開いててなんか出てるけど大丈夫？愛チャンネルスタッフがズボンのチャックずっと開いてたら、上原愛はどういう反応するのか、ドッキリー。あー、なんかくだらないドッキリありました。なんかさ、最近多いね、このくだらないドッキリ、はい、付き合ってくれるの嬉しいですよ、すごい。本当くだらないのに。ウケる。気づいてました？なんか気づいたのは途中だけど、はい、なんか黒いの出てると思って、最初パンツ出てるのかなって思ってびっくりしちゃったんだけど、こんな動作パンツみたいなパンツ履かないよなと思って、はい、T シャツかなって今気にしてるから思った。え、どうしたの？え、うん、途中からなんか出てるなと
思ってたけど。あ、だからちょっとチラチラしてたんだ。なんか、うん、別に言わなくてもいいのかなって思ったけど、なんか一応気づいてなかったらかわいそうだな。 あ、一応わざと、ま、はい。いやでもなんか気づいてないのかなと思って、パンツのこのポジ、パンポジをずら、なんていうんですか、直そうって。あ、だからカット。あ、そう、カット、はい。気づいてないのかなと思って。気づくけど、普通にずっと企画の話してたから。いや、気づくけど、なんかどのタイミングで言ったらいいか分かんなくて。あ、え、でもさ、たまにいるよね、なんかテレビ見たって書いてるさ。はいはい、あ、います。あれさ、なんでさ、教えてあげないの。カトコジさん、謝ってたよ。ああ、知ってるぜ。全然見た。知ってる。スッキリでさ、意外とね、気づかないんすよね。え、気づかないよね、はい、しかも男性ってさ、そこのチェックからさ、あの、尿をするってこと。そうっすよ、こっから出して。え、わざわざズボン脱がないってことですか。いや、だって気持ち悪くないですか、トイレでいちいちズボン。そうだよ、お尻見てて、はい、まあ、女子はそれが当たり前だけど、うん、そっか、男子はそうだよ。8なんで立っておしっこする。だから気づかないね、トイレさ。いやでもさすがにトイレした、トイレするときは閉め忘れとかないですよ。え、でもさ、だってさ、急いでたらさ、もうそんなのに、うん、朝準備して、準備してる段階で気づかなかったら、そのまま、そのあっちゃっか開いたまま。でも全然あるよね。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ドッキリです。あ、ドッキリ。ちょっとさすがにキモいですよね、これ。ずーたんパン。じゃあ次、ゾウさんパンツ履いてきます。ねえ、やばすぎ。ねえ、やだ。ということで、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。あ、これ、監視カメラ。あ、これなの。はい。あ、これ回ってんの。これ回って。あ、なんだろう、ここにいつもね、置いてあるから。ありがとうございました。つながない時に向き合っていただいて。バイバーイ。やば。